はい、ゲームコレクターの崎勘です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回は今2023年になってます。はい、先月ね、年末に大掃除っていう感じで、こう掃除のお掃除しながらの動画をいくつか撮ってたんですけど、まあ、全部ね、ここの棚の掃除を終わらせようと思ったんだけど、ちょっと、ま、あのネタがなくてね、無理やりネタがないのにやるとどうにもならないんで、まあ、ちょっとネタができたのでねとりあえず今日はやってみようかなというところです。あ、ちなみに、プレイステーション5ね、プレイステーション5ゲットしました。はい。ということで、これマイク聞いてるかよくわかんないんだけど、まあいいや。プレイステーション5ね、ゲットしたので、もうこれ軽いのは中身入ってないからです。はい。もうセッティングしたんで、まあ、いずれね、まあ、科学コムさんのところのレビューにはいずれ書く予定ですけど、まあ、プレイ動画、このね、チャンネルのプレイ動画を何か撮るかっていうと、まだ PS5 で何かっていうのはあんまり考えられないんで、まあ、でもまあ、ネタがあればね、なんかやっていけるかと思うので、何かありましたらコメントいただければと思います。あとね、あとそうそう、全然お掃除する前のネタ振りなんだけど、あれ？見ましたかね？あ、これ動画流れちゃうな。こうやればいいのかな？これ、ゲームダイバーさんのね、動画で、最新のやつで、一応こんな感じで、こんぐらいにしとくといいのかな？はい。こんな感じで、はい、何かというとゲームダイバーね、1万7000本の超備品ゲームが揃うコレクタールームを訪問しましたっていうね、ところで紹介とか登場してますので、見てない方はね、ぜひ見ていただければと思います。で、そうそうそう、このいちいち何回も開くのめんどくさいんだけど、あれ、動画流れちゃうな。まあ、とにかくね、これ、表紙じゃないな。あ、この辺がいいな。そうじゃねえ。そうじゃねえ。まあいいや、ちょっとね、ボリュームを。こういうの慣れてないんだよね。てか、このスマホ自体はあんま使わないんだよね。動画流して大丈夫かな。このあたり、この動画のね、この動画のこのあたり、このあたりにね、このあたりがここです。はい、それが言いたかっただけなんで、まぁ、あ、ちょっとこの動画はもういいや。ということでね、今日もね、お掃除をしながらちょっと話をしていこうかなと思います。例えば年末にね、ゲームラボも発売されて、ね、その話もしてないんだけど、なんかバタバタしてて、まあなんかネタが今渋滞してるけど、まあとりあえず今日はね、まず藤田さんのね、ゲームダイバーのね、動画の話だけね、ちょっと しとこうかと思います。あれ、土曜日かな、公開されたのは。で、一応ちょっとチャンネル登録者数が増えたかなってところはありますが、まだあれ前編でね、前編で後編があるんですよね。まあその後もあるはずなんですけど、まあとりあえず、それがいつは公開されるのかわかんないんですけども、まあそういうところでね、あれ多分昨年のうちにチェックは、動画は僕は見てたんですけども、まあね、いい感じになってんじゃないかなと思います。はい。まあ、編集中、途中のものをチェックしただけで、最終段階は見てないんでわかんないんですけどね。まあそんな感じで。で、まあ一応、あれはだから、藤田さんのね、ツイッターの、ポーズ撮ってるやつね、が公開されたのが11月2日だったんで、まあ11月1日が取材日かな。はい。という感じで、もうだいぶしばらく経ってるんですけども、まあそういう都合もあって、実は僕のこのチャンネルで心理ゲームやってる動画があるんですよ。すごいね、尺が短くてね、今更ながらになんで尺で撮っちゃったんだろうって感じの動画があるんですけども、まあちょっと次心理ゲームの2とかね、やるときには、もう少しドバッと一気に同じ、一回の回でね、動画にしようと思ってるんですけど、あれの中でね、ちょっとあれなね、ちょっとその取材の時のことをポロッと話しちゃったような、
動画が、更新ペースからいくと昨年のうちに載せる予定だったんだけど、それをちょっとね、飛ばしたので、その動画は多分今日アップ。この動画をアップする直後ぐらいにね、公開されると思うんですけど、一応そんな感じで、ね。いや、さすがにさ、11月にさ、撮ったやつだから12月、年内にね、動画公開されると思ってね、そういう、まあそれを見越したわけでもないんだけど、さすがにもうこの時期だとしたらもう公開されたろうと思ってたんだけど、公開されてなくてね、一応そんなことがありました。はい。あ、そういえばここに何のソフトがあるかとか、何の話もしてなかったわ。ちなみに、ここのね、棚のスタート地点どこだ？まあいいや、ちょっと後でやるわ。PS2 は。プレイステーションの方は、ここはもう目まで来てますね。目。目だから、メルティランサーが入ってるね、そこ。で、まあね、動画もタイトルがほら、なんか、備品とか超備品だかなんだかわかんないけど、そういう感じになってるけど、僕の部屋結構ね、そんな備品ないんですよね。割とこう、新品で買ってるのも、やっぱ普通に使ってるからね、そんなピカピカの新品状態でこう保存されることもないんでね。ということで、ここね、プレイステーションのところで来たんですけども、ここが、これ未開封ですね。メルティランサー・ザ・サード・プラネット。まあ、メルティランサーシリーズ1、2出てるから、1、2って言ってたかな。まあ、2作、3作目ですね。だから、これ3作目コナミだけど、1作目、2作目は多分イマディオブランドだった気がするんだけど、多分こっちの方に入ってるんじゃないかな、と思われます。はい。で、ずーっと来て、モが来て、で、こっちの方は、プレステケースだと、ヤマサデジセレクション2。確か最後の方、この辺もね、矢で終わったような気がするんですけど、まあ一応こんな感じでね。なので、こっちは CD の棚、CD サイズ2段。で、こっちはプレステ棚と、プレステサイズと CD サイズのが入っていて、で、プレステの方の、プレステサイズだと、こう、立体忍者活動、発撃、天誅忍外旋かな。 はい。これが忍び外旋？どっちだっけ読み方。まあいいや。忍び外旋か。忍外旋じゃ変か。忍び外旋。はい。まあ、隣にはね、天誅にもありますね。はい。まあ、栄養順、どっち先とか微妙なところはあるんですけど。で、CD サイズ、おー、おー。CD の方は、レイクライシスまで入ってましたね。だから、目から、レまで。目からレまで。こっちは、やから、リまで。まあ、ちょっとズレはあるんですけど、こんな感じでね。まあ、とりあえず、目から入ってるということに、ね、しておきましょう。しておきましょうってなんだ。でね、やっぱ僕のこのプレイ動画の、まあ、僕のチャンネルのプレイ動画で何かやるのがないかなと思うんだけど、まあ、どうだろうね。割とこう、RPG とかね、今一個やっちゃってるんだけど、あんまりこうね、尺が長そうなものってあんまりいっぱいやるのも辛いので、なかなか辛いんだけどな。まあこのね、持ってけ卵ウィズ頑張れカモノハシとかね。 これ多分 PC エンジンで持ってけ卵ってあったんだよね、確か。で、まあ、プレステとサターンにこれ出てるんだけど、まあ、こんなのがあったりとか、そうね。モンスターコンプリワールドここに入ってたんだけど、今プレイするのに向こうを持ってっちゃってます。はい。で、あとね、今 CD 系のやつ他にもなんかね、モンスターハムとかいつかやりたいなとかいう感じはしてるんですけど、多分モンスターコンプリワールドね、結構プレイ長い時間かかりそうなので、どうしようかなってところですね。あとまあ、いたたいたの訳通ね。あとなんだろうな。まあ、メジャーどころだと、まあ、多分僕のプレイ動画的にやることはないと思うんだけど、まあ UFO とかね、ありますね、UFO ね。ああ、
なかなかに豪華出演者のね、ユーラシアエクスプレス殺人事件なんてものも、ここら辺にあったりしますね。あとなんだろうなぁ。あとなんかあるかなぁ。こっちだとね、夕闇通り探検隊とかね、なんか、割とこう、レアっぽい扱いされてるかな、プレステの中では。あと何があった？まあ、全然メジャーでもないし、プレミアでもないんだけどね、吉本ムチっ子もあります。まあ、こういうの多分ね、やっても自分でもよく分かんなくなるのがね、リターントゥートークとかも、リターントゥーゾークとかもありますね。あとは、プレステの方だと、まあ僕が比較的大好きなね、ランナバウトシリーズとかね。ループサラダとかもね、まあこの辺もあれだね、プレステが出てその後、プレイステーション、あ、じゃあ、ニンテンドー DS でも出てたかな。まあ、こういうのもね、結構ちゃんと持っていたりします。まあいいや、ということでプレステ2もね、片付けていきましょうか。まあ、ということでね、まあこの辺もね、なんだろう、やっぱこの、ね、多分藤田さんのね、あとはゲームダイバーのね、動画ではね、正直この辺はもうスルッと、まあ、あ、でもこの辺ちょっと抜いたか、抜いて中見るぐらいのことやったかな。あれ？それ次回かもしれないな。まあいいや。まあいいや、ちょっとね、今回と次回のやつのね、なんか、多分、ネタバレしたかもしれないけど、まあいいや。それはちょっと、それ以上話すとちょっとボロが出そうなんで、まあいいでしょう。あれいつ更新されるんだろうね。割となんとなくこう、なんか金土日あたりのタイミングなのかなと思ったけど、まあ、ストックの問題と多分その休みとかの関係性もあるのかなと思うんですね。あんまりよく更新日時よくわかってないんですよね。たまたまこう、あ、更新されてるやって感じでしか見てないんで、あ、でも全部見てるんですよ、ちゃんと。そうそうそう。全部見てます、はい。ただ、さすがにね、何買って何買ってないかっていうのを記憶するぐらいまでは見てないですね。だから、あれ、それまだ買ってないのとかね、200万円でね、購入する企画ね。え、まだあれ買ってなかったっけみたいなのとか、たまにありますよね、見てて。まあ、でもどうなんだろうね。やっぱ、購入してる姿を見るのが楽しいのかな、あれは。まあ、疑問投げかけてもしょうがないんだけど。あ、で、プレステ2は、まあいいや。ここはちょっと入れてから。ということで、プレステ2はね、マーザから、マーザ。これ、マーザっていうのはね、ソニー SCE がね、まあ今 SIE か。で、SCE さんがね、出したパズルゲームなんですよ、プレステ2の。まあ、プレステの時代からね、割とこう、サイとかね、IQ とかね、結構、パズルものにはね、こう、話題にこと書かない SCE さんなんだけど、あんま話題になった記憶はないんですよね、これはね。まあ、これ以外にもソニーさんのプレステ2のタイトルって結構地味に沈んでる感があるんですけど、はい。で、なんだろうな、まあ、まあ、ミンゴルね。みんなのゴルフ3、みんなのゴルフ4、そしてみんなのゴルフオンラインってね。まあ、まあ、これ完全にコレクターズアイテムですね。あと、最近見かけないみんなのテニスね。プレステ、PSP か。PSP で出てますね、確か。あと、プレステの時には割とメジャーだったけど、プレステ2の武蔵伝2っていうのは話題になったっけな。これもちょっとよく覚えてないな。ていうかもう見た目的にもうなんかキングダムハーツなりね、なんかそういうノリと変わんねえだろうって感じだしね。はい、あー、で、無双オロチとかね、割と、あ、メジャーなとこ紹介してもしょうがないか。いや、メタルギアもあるけどね。
メダルオブオーナーとかね、なんかメジャーどころ多いけど、あ、こういうやつとかね、こうカプコンのね、迷惑星人パニックメーカーとかね、これ割とこう、んって感じのね、ゲームを遊んでみるとわけわかんないんだけど、これもね、いつかみんなで遊びたい系だけど、あれだな、いつもいつかみんなで遊びたいって動画も、どんどんね、いろいろとゲーム紹介していこうと思ってるんだけど、あれ4人プレイのやつ紹介しようとしてるんで、これ2人プレイなんで、これはなしだな。あとなんだろうな、メジャーどころ。メジャーじゃない方がいい、マイナーの方がいいのか。ああ、ここら辺ね、モーショングラビアシリーズとかね、ちょっと全部は持ってないんだけど、こんな、あ、でもこれ空いてないや、そもそも。まあいいや。はい。あとは、めぐみさんとかね。はい。で、ああ、文字ブリボンとかね、まあ、これは、ビブリボン以外の、なんかこの系のシリーズはあんまりメジャーじゃないかもしれないかな。あと、まあ、モンスターハンターとかね、モンスターファーム4とかいろいろあるけど、まあ、そんな感じで。あ、こういうのもね、もしかしたらプレイしてもいいの。これも2人用か。これも4人用だったらね、みんなで遊びたいで紹介しようかと思ったけど、これは、まあ、2人用だからね。はい。ということでね、一応この棚片付けたんで、あと下の棚片付けると、やっとね、2022年が終わる。2023年なんだけど。はい。で、まあ、大掃除とかね、まあ、無理なね、タイミング、無理なんじゃないや、大掃除というね、かこつけてやろうとしたんだけど、正直、もう今となってはね、いつやってもいいんで、話のネタがね、ちょっとなんか話すネタがある時にね、またこういう動画を撮っていこうと思います。まあ、プレステのね、この棚終わったら次、サターンの棚とか、いろいろね、お掃除しながら話すことができると思うので、あと、ぜひね、こう、見てね、あのゲームをプレイ動画としてなんかやってほしいというのがあったらね、ぜひコメントの方いただければと思います。はい。ということでね、まあ、ゲームダイバーさんのね、僕が出てる回ね、まだ続きは多分近いうちに更新されると思うので、そちらも見ていただいて、ご興味ありましたらね、うちのね、このチャンネルも登録していただければと思います。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、ぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。